レジスタンスの皆さん、直ちに近くの拘束所に出頭するであります。物騒なことはしないであり約束であります。レジスタンスの皆さん、強制的思想改善のため近くの拘束所に出頭するであります。とても楽しいであります。スーツの具合は良さそうだね。溶け込んでるよ。皇帝の側近だ。それにインフォボットもいるよ。さすがだね。ほら、そいつを解読してきな。インフォボットはどこ？ほら、早く。シップはその先だよ。私だよ。リベット？しー、もう行くね。はい、これかぶって。誰でもフィットするデザインだから。サイズは。ありがとう。俺たちのためのパレードなんて変だよ。だってヒーロー活動なんてもうずっとやってないし、役立たずとか言われたり。ヒーローって何やるの？幸いヒーローとしての任務はないっす。, 笑って手を振るくらいっすかね。だよね。そんじゃ、いよいよ今日のパレードの主役の登場だよ。ラチェット&クランク。主犯はもちろんこのボーキャプテン・ゴーそしておめえ、スキッド・ビッグ・マックス。ナースティー・ピーカだね。久しぶりだ。もちろんこの僕、キャプテン・クォークだよ。そしておめえ、スキッド・ビッグ・マックス。キッド・大話だ。みんな、今日も素晴らしいイベントを用意してるからね。目玉は僕ちゃん。もっとついでにクランクがラジェットにサプライズなプレゼント。それ銀河中に行っちゃうっすか。え、プレゼント？何の？ナイスっす。
パレードの先頭まで行けばわかるっすよ。オッケー、なら先に進もうか。全ての始まりは惑星ベルディ。やんちゃ盛りなラチェット少年はドーピングを得ていた。でもあるよ、フランコ宇宙船が空から降ってきた。ラチェットは欠陥品ウォーボットを救出。バリケードをバーンと突破しちゃって。ヘルバンのブラック侵略事件も忘れちゃいけない。ほら、観客みんなに小島のシューティングスキルを披露して。もちろん弾を補充しないと撃てないんだよね。ラチェット、本気で攻撃されてるっすね。また殺す気っす。
シップを落とせば片付くはず。用意したっすけど、パレードが襲撃を受けてるんで手短にするっす。ラチェット、あなたなしではやってこられなかったっす。私の親友であり、チームメイトであり、私のために何度もイベントメーターを修理したっす。これで次元を試してラチェットの家族を探せるっす。そっか、クランク、オイラ、ドクターネファリウス？ラチェット、クランク、ここで会うとは奇遇じゃねえ。予定ではゴロツキどもに8分前始末されとるはずだったんだが、まさかピンピンしとるとは。ネファリウス、何が目的なんすか？これじゃ。操作マニュアルくらい用意せんか。もっと警戒するべきだったっす。しょうがないよ、こんなんいつものことさ。ほら、ネファリウスは駅の方に向かったっぽいぜ。あ、ミセスズーコンで武器を買ってこう。武器のことならミセスズーコンにお任せだます。なあ、君も爆発を見ると心がウキウキするよな。でも自分で投げたらもっと楽しいぞ。トリガー、チチバーン、こいつが破壊の鳴き声だ。そう、エンフォーサー、重心2本で一石二鳥だ。これなら見てよし、使ってよし、ザマス。またゴロツキどもかよ。
イメンジョネーター返せ。お断り。今日はお前たちが負け犬になる番じゃ。実に惨めなもんじゃぞ。こいつに座標をポチッとな。さらばじゃよ。これはまずい状況っすね。橋が壊れちゃ向こうへ渡れないよ。あの裂け目がフェーズ構図に反応してるっす。裂け目を狙ってみるっす。すごくね。刺激的っすね。このよりもいいだろう。ネファリウスが雇ったんか。ああ、間違いないっす。
ネファリウスのそばまで行けそうっす。じゃあ、あれに乗ってこうぜ。ねえ、そのディメンジョネーターいつ直したの？こないだっす。ラジェットはロンバス一族を探す夢を持ってるっすね。二人で頑張ればきっと叶うっす。ああ、そこまで考えてたんだ。ネファリウスからあれ取り戻さないと。なんつーか、タクシー乗り場でロンバス一族失いました。なんだと？いや、トイヌシ様には悪いですけど、おい、ロバッツだ！ギリギリするな！うっ！へへへ！ほっ！はっはっは！どこへ！ネファリウスの番だ。せめえ役立たずな殻付きどもじゃ。こんなことならローレンスに育休なんてやるんじゃないか。これ以上ディメンジョネーターを使わせちゃダメっつ。当て続けるっつ。80回ほど負けないわ。今日
けて。コテンパンにやられたくらいでわしが諦めると思うか。そりゃ思うよ。やめなさい。ならばわしが絶対に勝つ次元に行こうぞ。そこでコテンパンにやり返すんじゃ。次元がどんどん歪んでる。くらいのどこだろうが、お前を倒す。ラジェット、地面じゃねえかや。ここは？あら？あれは？わしじゃ！あー、やったぞい！ついにわしの勝ちじゃ！皇帝陛下、もう遠征から戻られたんですね。皇帝陛下じゃ。